をうまく使って行った方がいいですね、はい、そういう意味では潜り込まれるのは逆に避けたいところでありますが、あ、山口が第2ラウンドからちょっと挑発気味にこうピチッとに対しているんですが、ちょっとスピードがあるからね、はい、あの足を使って避けたらすぐ打つような、はい、あの感じでしておかないと、はい、また入ってきますからね。そうですよね。なんとか潜り込まれることだけは避けていきたいチャンピオンの山口圭司であります。いいでしょう。ボディをついていきます。挑戦者笠井雄一。失礼に、ワンツー。ボーナスになった。ーーだー、右のアッパーダウン。そしてカウントは取りません。試合終了です。頭が、ね、なんと最終ラウンド、右ストレートが最後は右のアッパー、アントニオ・セルメニョ、ナックアウト勝ち。まともに頭から崩れ落ちました。倒れました。キャンバスに沈んだ。左フック。ジャブから左。ボニーガンには左ストレート有効ですからね。はい、左ストレート投げさないと。もっと引いたか。あ、引いた。あ、引いてるか。あ、ちょっと濁りましたね、今。引いてるか。あ、チャンピオン右。チャンピオン右。あ、ふざけた。ふざけた。右、チャンピオンの右引きを吹いた。カウントがストレート。カウントがストレート。立ち上がった。残り1分。山口笑ってるように見える。もっとチャンピオンだる。ガー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 ただ離れ際もね、ガタゲ怖い。はい、ガタゲて。流れ際、ボディが効いた。ボディが効いています。チャンピオンボディが効いています。もっと勝負ですね。マインドの辰吉、効いてますよ、効いてますよ。3年ぶりの王者帰ってきたりか、3度目の王者帰ってきたりか。辰吉チャンスだ。チャンピオンダウン、チャンピオンダウン。辰吉がぐるぐると、おお、チャンピオンが打っている。辰吉が防戦に回っている。口を開いています。チャンピオン、苦しいチャンピオン。前の目に倒れていました。チャンピオン2度目のダウン、2度目のダウン。立ち押し、立ち押し、さあ行け立ち押し。このラウンドはまだ時間がある。3度目の返り咲きに向けて立ち押し。今が5点半点、ボディが引いているので、ボーダー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 、右、左、右、左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 、ボーダー、チャンピオンも同じ。さあボーダーした、さあ出る、ロープに引っかかった。チャンピオン、スティールが取れた。3度目の帰りだって、タチオシと内を、バンカーの2度目のタチオシのところに帰ってきました。3度目の世界王座帰り咲き、強引に狙ってきました。敵地ということで早いラウンドでの勝負。これを言っていたサマン、第3ラウンドでダウンを割ったサマンです。ボディ攻撃サマン、左と右、右世界挑戦の夢も破れました。八尋志郎、キャンバスに大の字です。ハードパンチャーサマン、第4ラウンド、ものすごいパンチ力を見せつけました。初の海外での防衛成功、これで9度目の防衛に成功したということになります。チャンピオンのサマン、ソーチャトロン、左を注意していれば右が飛んできました。左フィラポン、左フィラポン、しかしフィラポンは調子に乗ってきましたね。あーっと右、フィラポンの右、フィラポン右ストライドが左、フィラーっと左、さあフィラポン狙っている。フィラポン当選受けた。タッチオシ頑張れ。ただ
崩れ落ちた。なんということか。ソウルですね、ええ、イーデハントレーナーがロイヤル小林選手と世界戦を戦ったことがあります。今は一緒にモンゴルに住みながら世界戦が近づくと韓国に入ってキャンプを行うという生活を続けています。右のストライト畠山ガードしているラクマシン、グラブで避けてますね。リングの中央、睨み合うローシャ、中間距離です。前回とは違います。さあロハス左を伸ばす、左に3発出てきましたね、はい、出てきましたね。第2ラウンド残り時間ほとんどありません。右、ミラバンの右が左、いや苦しいですね。明らかに浜田さん、あっと左、あっと目が出血しました。鼻でしょうか。いや目です、目ですか。目が切れています。切れてます。苦しいほどウィラバンもいかないですね。しかしね、もう一気に攻めてもいいんですが、やはり達吉の反撃を警戒して、右、ミラバンの右だ。今目水が右、試合終了、試合終了。辰吉と共にあった90年代の日本ボクシング、その一つの歴史に今ピリオドが打たれました。日本ボクシング界の歴史に一つ幕が下ろされました。リチャード・スティルが止めたその瞬間、辰吉状態から大きく崩れました。前進してパンチ出したいですね、はい、アッパー、そしてフックには要警戒です。挑戦者体を当てて左右のショートパー、そしてカウンターでもらってしまった。いいね、ちょっと顎が上がってたんですね今ね。第12ラウンドダウンを奪ったのは、最初のダウンを奪ったのはチャンピオン。さあ挑戦者の挽回なのか、まだ時間は十分ある。ちょっとダメージがありますね。どうだ、くっついた方がいいですね、思いっきりね。離れてはいけない、右ストレートもらった。石井ガードが止めて、とりあえず答え一気に出るチャンピオン、チャンピオン。クリンした方がいいですね、これでいいですね。お願いします、この第12ラウンド最終ラウンドで訪れた最初のダウンはチャンピオンが奪いました。左フックのカウンター、いや、ちょっと下がらない方がいいですね。チャンピオンが最終ラウンド KO を狙う。ここまで勇敢に打ち合ってきた挑戦者、最終第12ラウンド、まもなく残り時間1分30秒、石井挽回になるか。この第12ラウンド最初のダウンをチャンピオンが取りました。一生懸命相当ダメージありますけども、本当にすごい精神力ですね。初めての世界挑戦でした。しかし第1ラウンド立ち上がりから全く臆することなく打ち合いました。
と2年ぐらいは正直言うとまだボクシングをやりたいんです。自分のボクサーとしての最高潮を見届けるまでボクサーでいたい、だから今日の試合は絶対に負けたくないと言っていました阿部悟。さあくっついて細かいボディブローを打っていきます。そうですね、ここで今みたいにポイント取りたいですよね。はい、ミヤオがライトアッパー決めた、ダウン、阿部悟ダウンです。ライトアッパーから左そして右ストレート来たんだ、縦阿部、阿部縦、これで終わるのか、阿部終わるのか、阿部のもうダメです、ノックアウト負けです。阿部悟のボクシング人生がここで終わりました。正面から完璧にもらいました阿部悟、マットの上にまだ大の字です。しかし本当に見ている我々もひるみそうなあのノーウッドの左なんですよ ね、おっと左左左左、カウントが始まった、ノーウッドがニュートラルコーナーへ左を2発もらいました。このラウンド腰元、おっと立てない、コーナーからタオルが投げ込まれました。挑戦者腰元、チャンピオンフレディのウッドの前にリングにタオルが投げ込まれました。世界挑戦、そのベルトを奪取することができませんでした腰元。7ラウンドを境に必ず坂本のペースになるはず。前半坂本がいかに耐え忍ぶか、ここが勝負の一つのポイントになる、そう話しています。ファイティング原さん、なんといっても瀬名の左のジャブが得意な選手ですね。そうですね、あれはですねやっぱり陣営ね、このインターバルでは、ね、何も指示はありませんね、おびならしい量の水をかけるだけ、もう何も指示は与えていません。サーラッシュ、サーラッシュ、フレカラッシュ、右入った、右入った、サーッパー入った、左入った、左入った、チャンピオン、パンチは当たる、よく体はフラフラだ、さあ攻める、チャンピオン、左入った、さあ入った、入った、試合終了、試合終了、テクニカルノックアウト勝ち。
チャンピオン2度目の防衛成功。戸中秀樹打ちまくって打ちまくって第11ラウンドテクニカルノック。ハイランド3ラウンド強でしたから ね、 そうでしたね。いいところしか出なかったんですけど、ええ、今日はやっぱり老快さも出てますね。左にチャンピオンの張り、ストレート左フック、レオガメス一発当たるとどんどん出てくる。非常に分かりやすいファイトではあるんですが、それゆえ非常に怖いレオガメスとファイトです。大東さん、はい、田中陣営ですがね、右ストレート右アッパー、右ストレート、ものすごい音がしました。いいの食ってますからね。第7ラウンド、もっとガード左ればいいですよ。右ストレート、小高からダウン、ダウン、ダウンです、ダウンです、小高ダウンです。カウントが入る。さあどうだ、ここで松岡一郎がリングに飛び込んできました。試合終了、立ち上がれません。ラウンドの途中松岡一郎入ってきたんですけど、チャンピオン小高ノックアウト負け。再三2ラウンドからの蓄積がこのラウンド来ましたね。第7ラウンド、ただいまの KO タイムをお知らせいたします。7ラウンド、いいピッチを序盤から入れていました。2分13秒、レオガメス選手の KO 勝ちでございます。レオガメス KO 勝ち。左面のガードを前に持ってくることですね。なるほど、後から右アッパー飛んできますからね。はい、あっ、たぶん鈴木さん、はい、チャレンジャーサイドですが、やはり横に出ろという指示が出ますね。なるほどね、下がってはダメだ、ボディを中心に前へ行けという指示です。ちょっと左のガードの下がり気味になっているか、セレスガメス、あ、ちょっとガメスが生き返ってきませんか。いや、本当に踏ん張ってますね。あーって左ボディを打て、ボディを打て、ここで続けること、はい、ボディを打ちたい。ここで続けると世界取れるかどうかの、そうですね、悩むでしょ。ここの10ラウンドは大きな感じですね。あっと左から右、右から左、セレス、ここで攻め切れればトランスボディ、ナイ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 スボディ。さあセレス、ここで持ってないこと、このラウンドは勝負を取れるかどうかの世界ですね。世界チャンピオンになれるかどうか、この10ラウンドかかっています。あ、右コンビネーション、シュラスのコンビネーション、ケッチが飛んだ、左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 、チャンピオンだ、チャンピオンだ、揺れている、揺れている、揺れている、気が好きだ、どうなったか、新チャンピオン誕生、クラス、クラシッツイの世界チャンピオンになりました。21世紀最初の日本人世界チャンピオンの誕生です。セレッサクラブ、一足先に横浜アリーナで満開、引退かけた一戦一戦の大勝負、見事にセレッサ小林が勝ちました。新チャン、はい、坂本さんもこのラウンドは効いてると思うんですけど、もうプライドだけで立ってるんじゃないですか。気力だけでね、はい、チャンピオンが弾かれたように赤コーナーから飛び出してまいりました。返答をかけますチャンピオンの畠山。坂本には一発がある、右のストレート、チャンピオンのワンツー、ここでタオルが投げ込まれました。しかしカウンターすぎます、タオルが投げ込まれまして、テクニカルナックアウト勝ち、チャンピオン畠山貴之、見事ナックアウトでタイトル防衛に成功しました。坂本が4度目の世界挑戦、今日もまたマットに沈んで散りました。畠山強烈なコンビネーション、ワンツーの右のストレートが綺麗に相手の顔面を捉えまして、まるでスローモーションビデオを見るように坂本が散っていきました。すごい試合でした。これまで何百試合何千試合というプロのファイトを見てまいりましたけれども、これほど壮絶な試合というのはそうそう滅多にあるものではありません。すごい試合、打ち終わった後のガードをしっかりと石井は注意していかなければいけませんね。そうですね、少しガードをしっかりにしてもそのガードの隙間からアッパーが来ますんで、あーなるほど、石井だ、障害2回目のダウン、ちょっとダメージがありますね。さあ第10ラウンド、まだ時間がある、ダメージはどうか、石井ダメージはどうか、俺が前に出る、石井距離を取りたい、石井距離を取りたい、おっ、くっついた方がいいですか。
このインターバルで、少しは、ね、回復したと思いますのでもう倒されてもいいですから、はい、この勝負かけたいですね。斉藤さん、はい、オルテガサイド勢いづきました、はい、この調子だ行けと言いました、 もうここはオルテガサイドはゴーサインに出てますかね、まあ、というよりはまあもうなんか先ほどのラウンドチャンスだったんですけども、すごく余裕を見せた、態度をしてましたんで、まあ、判定でももう勝てるとまあ確信してるんじゃないですかね。左石の左、しかしその間からアッパーを打っていきますオルテガ。今日の試合石は KO で勝つということを話していましたが、オルテガサイドは KO 判定は問題じゃない、勝つのは私だという話をしていました。斉藤さん、はい、マルク会長です、はい、あと2ラウンド今日のために頑張ってきた、よみがえれ、みんなの声援を聞けと励ましました。青コーナー石井サイドは名古屋テレビ勝つ友達アナウンサーですが、さあこのラウンドを入れても残り2ラウンド、石井としてはこの2つのラウンドを、そうですね、なんとか取りたいですよね、石井として右飛び込んで右10ラウンドに初めてのダウンを奪われました。この試合初めてのダウンを奪われた石井、このラウンドしっかり立て直してほしい。まあ、オルテガの方もね少し高く振ってますから、まあ、先ほどのラウンドでちょっとね打ち疲れっていうのがあるんじゃないですかね、まあ、ダウンはもらいましたがその後石井もよく攻めましたね。そうですね、はい、石の右、石の右が入った、石の右ハート、オルテガハート、石だハート、ここで試合を止めた。ちょっとチャンスをつかめた後にね、自分の距離で中に入っていくタイミングを伺っています。ここら辺の駆け引きが一番面白いですね、はい、目の変化あり手の変化あり、こういうのがやっぱボクシングの魅力なんです、はい、かなりスパーリングでバット右、そのあたりのフェイントをかけていました。スパーリングの練習で徳山、そう徳山フェイントうまいですからね、はい、僕もこれにやられました。あ、そうですか、はい、そうですよね、2年前井岡さんは再起をかけた一戦で徳山選手に5ラウンド TKO 負け、はい、そこで井岡さんは引退を決意、徳山選手は東洋へそして世界へと羽ばたいていたわけですよね。まあ、僕も負けた時は悔しかったですけど、はい、徳山の右フックだ、今のいい角度でしたね、はい、オーバーハンド良かったですよ。大きな名古屋の右フックではありません、徳山が右フックを、うわ上げることジャブです、ジャブです、はい、今度はいやしかし名古屋も本当逆にこう自分の思うようななかなか展開がこの第3ラウンドまではできません。まあ、先ほどあの具志堅会長が言われました、はい、体を振ってね、これまでノックアウト勝利を築き上げてきました。あーそしてこちらは髪の毛を短く刈ってそこに2本のラインが入っています。あー不敵な笑み、舌を出して挑発するチャレンジャーの金山、金山のフィードストレートがチャンピオンの顔面を捉えました。さあチャンスだ、金山はチャンスだ、6日のフィードストレート、チャンピオンの内野がリングに沈む、これは吉野が押したということでランは取られません。ちょっと引いてるんですよ、あのくらいのね押しで持ってあんな引くぐらいのことはね相当やっぱり、ね、金山君聞いてるんですよね。第1ラウンドから共に打ち合ってきました。さあファイナね、
非常に回転の速いパンチ、2発3発とコンビネーション、チャンピオンの体に叩き込んでいきました。やっぱりねスピードでもね、はい、手のスピードと体のスピードがあるんですよね。体のスピード、体のスピードが今日はねすごい。左アッパー、チャレンジャーに返しましての左アッパー、はい、チャンピオン票をつかめました。世界への扉が閉されていくのか、チャンピオン鈴木真人、チャレンジャーになる、あの左がチャンピオンが恐れていた必殺の左です。非常に速い左のジャブを使ってきます。左をまた入った、チャレンジャーの左アッパーがまたチャンピオンを捉えた。真島さん、はい、同じパンチ2発ですよ。そうですね、一気に一瞬危ないシーンがありましたが、まあ、それだけ八幡さん、このノーガードを取れるというのは気持ちの目でも余裕があるということなんでしょうか。そうでしょうね。ダウンか、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 ダウンを取りましたが、ダウンを取った、ダウンを取った、カウントが入ります。チャンピオン奪われた3度目のダウン、止めてもいいですよね。危ない状態になってきました。これはもう止めてもいいんじゃないですかね。右の服叩き込んでいった、左の服、あ、止めた、ここで止めました。第9ラウンド、力を合わせてチャンピオンタイトルダッシュ。チャレン